売れるかな。マルジャラの T シャツ8500円ダブレットの刺繍カウスの、はい、トーガのスウェット、トーガ全く同じの持ってました。これネームのシャツ、名古屋に来ました。こんにちは。こんにちは。いやでかいでかい。ボラボラさんのお店レポートしたいと思います。しっぽりトーク、もうドメブランドに変えようと思って、一番初めに見つけたブランドがこれなんですよ。ソーイ。ソーイというわけで、その20周年のポップアップ企画の中で、はい、まあ、一応僕たちもちょっと参加してくれませんかっていうのを伊藤さんから話いただいたじゃないですか、はい、その企画っていうのがちょっと伊藤さんの口からお願いしていいですか。はい、店内では、各ブランドのポップアップを行いまして、うん、外で店内ですね、うん、お店の入り口で、各ゲストのデザイナーさんたちの、まあ、例えばアーカイブものだったりとか、うん、通常のコレクションではないものと、あと私物ですよね、うん、そういうものを、まあ、フリマのような形で、置かさせていただいて、まあ、そこに吉井さんとカナメクトさんの、私物も一緒に置いて、お客様にもしよかったら見ていただいて、買っていただくっていう。いや、まあその話いただいて、はい、もちろんボラボラさんにいろんな、はい、まあ、協力もしていただいてるんで、もちろん参加します、はい、参加しますけど、はい、売れるかな売れるかな。いやいや、そこがもう僕はすごい心配です、ね、そうよな。だって例えば見切りの、はい、見切り発信でヤードセールとかお菓子もらうときは、はいはい、もうそのヤーモスさんが頑張って写真撮って、はい、でオンラインっていう全国各地で買えるっていう術があるじゃないですか、はい、でもこのボラボラさんはもう店の外来た人しか買えないわけでしょ、はいはい、でそれが何日間ですか。一応もしあれでしたら、3週間置くこともできますので。スーツケースパンパンに持ってきましたわ。すみません、パンパン、はい、いやちょうどね、はい、見切りで出す予定やったんですけど、はい、僕はコロナに感染しちゃって出せなかったんです。あ、そうなんですね。で、はい、家に30点ぐらいあって、はい、30点持ってきたかったんですけど、やっぱ冬物のコートとかはこの時期売れへんやろうなとか、はい、でまあ荷物にもなるしっていうので、まあ十数点は持ってきました。あ、ありがとうございます。そして、はい、金目くん、カナメ君、いやすげえ近くですよ。カナメ君すげえ近くですね。まあまあ僕もはい一応はい。だから吉井カナメクトで何点ぐらい？15、6点、20点ぐらいは持ってきたかな。ありがとうございます。まずはこちら、はい、マルジェラの T シャツ。あ、いいの、マルジェラ。ちょっとね、今シワついてますけど、ちょっと広げまして、はい、これね、リンガーティっぽいんですけど、ちょっとねピチッとしてるんですよね。ちょっとビチッとしてるのもキーヒンかなと思って。でこれサイズは46、はい、M は10ぐらいですね。だからこのデザインがちっちゃいだけで、普通に M サイズ、はい、40、僕もだって44か46なんで入れるはずなんですけど、はい、ちょっとビチッとしてんなと。それこそだって大陸のリンガーティを 2XL 作ってくれって言ったぐらいですから、そうですね、はい、ちょっとちっちゃいなっていうことで、こちらマルジェラの T シャツ、はい、でももう普通のサイズですよね、はい、普通の M サイズ。何本ぐらい普通は、この定価で言ったらね、はい、数万ですけど、まあこれだからメルカリとかやったら1万いくかいかんかぐらいなんかな、はい、この T シャツは、はい、8500円。安い、大丈夫ですか。安いんかい。安い、でも8500円ぐらいだと思うな。マルジェラン T シャツ持ってない学生の人いると思うんですけど、一回着てみてください、はい、めちゃくちゃ生地いいんですよ、はい、触ってもらっていいですかこれ。うわ、生地いいでしょこれ、ツルツルで。そうなんですよ、で、はい、普通のね、今のジョン狩りの木のマルジェラって、はい、マルジェラって感じがするじゃないですか、はいはい、でもこれは後ろを向いた時にマルジェラっていう感じがするから、大陸の撥水、いいんすか。いやこれさ、ちょっと理由があるんですよ。これ実は、はい、まあその動画で紹介してないんですけど、はい、これ僕が買ったやつじゃないんですよ、はいはいはい、お知り合いが買ったんですよね、はい、どっかの虹ルーツで、はい、で買って、はい、まあ、女性やったんですけど、はい、買いました、はい、で買って、はい、女性、小柄な女性やから、はい、大陸の丈が長いと、はい、で切ったんですよ。あ、そういうことですね、で切って、はい、そういえば大陸好きやったよねって僕に言ってくれて、はいはい、これあげるわっつって、
その42歳のおしゃれ女性スタイリストの人から、まあ、もらったんですけど、めっちゃ短いんですよ、ですね、僕からしたら、まあ、男からしたら、はい、そうですね、だから、僕でちょっとジャスとかちっちゃいぐらいやから165センチ160センチぐらいの女性も来ます、まあ、もちろんです、はい、やったらこの言ったその人も3回ぐらいしか空いてなくて僕も1回しか空いてないんで、はい、大陸のこの一番人気あるこの撥水のホームキッズの時の撥水、はい、水が弾くやつですの、20AW ですね、 20AW のスウェットパンツ、はい、でも言ったら僕正直もらったと言いましたけど、2万2000円で買ったんですよ、はい、その人から、いくらですか。いやまあ吉井さん2万2000円で買って、まあもしあれだったら半値買ったの1万1000円、はい、だとどうかなぐらいなまあだとまあ喜んでいただけるんですけど、でもまあもうちょっと思い入れがあるんだったら1号とか、はい、1万1000円でいきましょう。ありがとうございます。これ1万1000円、ダブレットの刺繍カオスの、はい、これあの YouTube の、あのオープニング映像の時にも履いてる、はい、めちゃレア品じゃん。よく履いてました。でもね言われちゃったんですよ、あの子供に、はい、パパシャカシャカうるせえ、あシャカシャカうるさいうるさいよパパって言われて、めっちゃ気に入ってたよな、かなめ君これ、はい、すげえ履いてました。一時期めっちゃ履いてたよな。これ1万3000円とかにしましょうか。はい、そうですね、はい、1万3000円、はい、みたいなことで、もう今からは値段言わないんであの見ていってください、はい、あのボラボラさんに来ていただいた値段は分かりますので、はい、トーガのスウェット、トーガこれね好きやったんよ、これ未だに着やすい。あ、裏んとこかな。いや着るんじゃないですかこれ普通で。じゃあちょっとその見て着たくなんでやめましょういやちょっと売りたくないなあ、そう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 、ここ脇が破れてんの。脇がでこれ見えへんねん、全く見えへんねん、着ても全く見えへんねんけど、うわトーガ、うわ売るん嫌やなこれ。白ですしずっと使います。めっちゃ使えないんですよ、うわうろん嫌やなマジで僕が好きな、ヒップホップグループニトロマイクロフォンアンダーグラウンドのスウェット、うん、これもね毎回ネットで出てすぐ速乾するから、はいはい、ただねちょっと思ったのがこれ持ちすぎてると、うん、もういろんなパターン持ってて、はい、でも、まあ、これ一番古いやつやから、はい、着古してる感もあるから、ニトロのスウェットいつも買いたくてもネットで完売してるから、このお店来たら買えますよってことでこれ持ってきました。ありがとうございます。ここでも昔置いてました、サバイのスラックス。おお、はい、これサバイのスラックスね僕買ったんはいいんですけど、はいはい、出番が少なかったんですよ。でもこれめちゃくちゃいい色じゃないですか。最近のやつですねこれは、はい、21SS です。あ、21SS、はい、去年のだで1ですサイズは、だからちょうど僕で言ったらくるぶしぐらい、ちょっとたまるぐらい、うん、これ2やったらねサバイ表情変わるんですよね、はい、ちょっとふとワークズボンになるんですけど、はい、これはスラックスとして、ね、スナップボタンが、はい、そうそうそう、スーツケースに入れてたからぐちゃっとなってますけど、はい、これ綺麗にしまして、はいはい、ポンポンいきましょう、はい、ニトロのスウェットの後はニトロの T シャツこれねニューヨークの嶋佐と全く被ることが多くて劇場 でちょっともう被るからいいかなと思ってもで何着も持ってるし、サスクワッチファブリックスの、アロハ、アラビアロハ、これよく着てたんですよ。似合いそう。映画火花の時ぐらいちょうど、いや火花やから花火の柄着てるやんみたいにいじられてた思い出のあとシャツで言ったら、ネオンサイン持ってました僕。これこれ持ってました。全く同じの持ってましたこれいいっすよね。これうちのお店で速乾して僕代官山王から通販で買ったんですよ。うわそうなんですよ。これこれこれ、このトーマス・メイソンのとあとネオンサインのコラボといいますか、はい、まあ、生地を使ってスリットも入ってていいんですよね、はい、いいんすよ、合わせやすい。これ当時これを着てる人見たら、うわネオンサイン着てるやんって思った。もう中でも一番このカラーが人気で、これ一番人気でしたよね、はい、もう本当に一瞬で打ちなくなっちゃって、だって3万1500円とかでしたよね、はい、ちょうど当時消費税 5% やって、はい、それでももうその日に売れてましたもんね、はい、ジャージジャージジャージスラックスジャージ、はい、アディダスとハイクのコラボの、これだから奥さんとかいいかなと思ったんですよ、ほんまは、うんうん、アディダスハイクアディダスハイクの一番初期なんで一番レアなやつですね、
伊勢丹に死ぬほど列できてた。女性レディースってことですか。そうなんですよ。ちょっとやっぱ、ね、はい、僕の、はい、インスタには、はい、女性がボラボラさん行ってるのが多いって聞いたんで、はい、だからその女性の方が着れるようなサイズのやつを何個も着てきたんですよ。そうなんですね。大陸とかもそうです。はい、ほんと女性より細いお客さんもいるんで、男性で。じゃあぜひ、なのでよろしくお願いします。はい、そして最後スニーカーというか革靴ですね。これエンダースキーマン。あ、エンダースキーマン、アディダスの MLD、マジ超限定やったよなこれ、はい、めっちゃプレーについて。ただね、めっちゃ手入れしてたよ俺、うん、未だに黒黒してるやんか、はい、ただここにね黒の隅がついちゃってるんですよ。あ、はい、そういうことです ね長いことやっぱ。でもこの革のところはもうめちゃくちゃ綺麗、うん、であとねこうシューキーパー入ってるんですけど、このはい一応型崩れせえへんようにこう、はい、エンダースキーマのシューキーパー、はい、入ってます。入ってるんですけど、ここ見て、履きすぎちゃった割にはちょっと黒の革靴とか、それこそ見切りでニルの言ったら勝負靴とか買いまくってるから、革靴、ちょっとやっぱへたれてきたら履かんくなるんですよね。エンダースキーマーまだ欲しい人、エンダースキーマの靴欲しい、デビューしてない人もいると思うんで、もしよかったらと思って持ってきました。 ありがとうございます、はい、僕の方は以上でございます。はい、はい、じゃあ次は、カナメクト編いきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。僕そんなね、吉井さんみたいにそんなあれですけど、何年か前に古着屋で買って、はい、ちょっと丈を、はいはい、あの自分で切って、はい、切りっぱなしにして、はい、でこれは相当安く出すと思います。もう本当古着なので、はい、これはあのアンルートっていう、アンルート、はい、BY ビューティー&ユースの多分出してるラインのパンツで、ちょっと変わった形でこうなんですかね、股下というかこの辺がちょっと深めになってて、で結構テーパードがかかってるんで履きやすい形ですね。お尻とかだからこんな形になってて、ちょっと立体的に、はい、ちょっと面白い形になってて、これもちょっと似たようなデニム買っちゃったんで履いてないっていうだけで、一時期かなり履いてたんですけどね、はい、まあ合わせやすいんで、あとこれも似たようなの買っちゃったんで出そうかなっていう、ありがとうございます。今はもうないんですけど、はい、ネスタデーズトモローですね、はい、ある意味レアかもしれないですね。なくなっちゃったんですか。もうなくなっちゃったんで、ね、はい、サイズ結構見幅があって、はい、うん、着やすそう。ちょっとここがサイドが、はい、セットが入ってて、これはめちゃくちゃ使いやすいと思います、はい、使いやすそう、はい、買ったのは1万いくらだったとは思います。確か、はい、1万いくらで買ったとは思います、はい、買ってくれたら嬉しいなという思いを込めて、あのこの僕の小さい時の写真の T シャツが一応まだあったんで、 XL、 はい、僕それ自分で作ったやつじゃん。自分で作ったやつ。これ僕は自分で作ったやつなんですけど、めちゃくちゃ可愛いじゃん。あの、はい、これ定価いくらで売ってた。定価あの4000円ぐらいで一時売ってて、ぼったくりやないか。いやいや、ぼったくり。これ売れたんです。10枚ぐらい売れたんです。4000円、はい、これを。でもこれももう本当にこれはおまけみたいなものです。いやいや、ボディもボディも着やすい、間違いないやつで、はい、XL なんで、はい、結構大きめで、僕の子供の頃でよければ、はい、これネームのネーム、あ、いいシャツ、めちゃくちゃちょっとシワクシャですけど、はい、あのまあ、でもそういう感じの素材でもあります、はいはいはい、ちょっとシャリッとした。これは新品で多分4万近くで買ったんですけど、はい、僕あんまり着てない、そんな着てない感じです、全然着てない、ちょっと、はい、はい、僕は4万やろ、4万弱で新品で買ってって感じです。俺がダブレットのだいたい4万ぐらいのパンツを1万3000とかでしたよね。だ僕もそんなぐらいかなっていう、そんな感じかな、1万ぐらい、はい、感じです、はい、というわけで、吉井が、靴入れて11点、金メクトが5点、はい、というわけで吉井金メクトで16点、はい、ちょっとお貸しいただきますけども、はい、ちょっとこれは個人的に吉井かなめくとチャンネルを応援してくれてる人だけに言います、はい、恥かかせんなよ。恥をかかせんなよ。すいません、これはちょっと忘れてください。まあね、もし、ここら辺近辺にね来ましたら、だって4週間ぐらいやってるんでしょ。はい、そうです。で
平日も置いてくれてるってことですか。一応土日のみって感じです。土日のみ、はい、店の前に置いてくれると、はい、はい、そういうことです。まあ土日もし名古屋に、遊びに来るってなったら名古屋から10分ぐらいで来れますので、うん、ボラボラついでに僕たちの服もちょっと買っていただけたらなと思います。というわけで長々とすいません、はいはい、本当に、本日はボラボラさん、はい、20周年おめでとうございます。 ありがとうございます。そして、今後とも吉井かなめ堂チャンネルよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。なんかまた面白い、はい、なんか T シャツロンティーとか作れたらいいですね、はい、作りましょうぜひ、うん、はい、よろしくお願いします。というわけで、本日は名古屋ボラボラさんに遊びに来ました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Queens of the party, working hot, yeah, we're run thing. If you wanna be with us, then say da da da.